こんな感じ。こうやって置いて焼いてたよ。動画を見たら大丈夫？やったことがないだけにな。ちゃんと見えんけど、これはミニアイロンプレート。これもこのやつです。昨日重たいね。交渉した。 重さが違う。重さが違うんだね。こっちが重たい倍ぐらい。ちょっとか、こんな感じで焼いて、なんだろう、これいっぺんにできへんな。後でしょうか、いっぺんにできんのかな。これちょっと持ち上げれるかし心配やわ。いけるな。 いけるそう。じゃあ行くで。色変わらないかもしれない。もうちょっと近くにして。お、網が赤くなってる。網が心配になってる。 買ってきた。 あ、買ってきたね。網大丈夫かな。2枚ひどいよ、かった。網焼け切れたらどうしよう。<笑>えー、大丈夫かしら、この網。あ、すごい、こっちは色変わってきた。網2枚引く？今から？いや、分からん。 火力強いのかしら。もういいやろな。知らん。色がすごい変わるんや。こっちの右の方が分厚いからなかなか変わらへんね。5つすればよかったんだけど。うまいな。<笑>知らんだけにな。 無理無理無理。こっちも色変わったってこと？あそこまだあっちが。うん。これ網大丈夫かな。<笑>まあ大丈夫かな。できたよ。変わってきたね。うん。似てるんだよ。 これで色が変わったら、なんだろう、なんか裏表焼いてたな。裏表焼くみたい。こっちがいい。これで色変わったらひっくり返そうか。真ん中に。 もうひっくり返せよ。網すごいね。網が燃えるんだよ。え、網もシーズニングしてるのか。何が燃えるの。わからん。こっちもひっくり返していい。まだやんな、こっち。 分からへん。こんな柄ができたね。これでお手のかどうか知らんけど。分からん。これ合ってるかどうかは、これを出せば分かるんちゃう。それ違うって。違うかな。コメントが来るかもしれない。 で、これを、ひっくり返してたら。
いこととやってるよね。何にいいこれあこれな持ち手とこれ、うん、ここにでも置いたらここ熱いよね。そっかそこじゃないか置くとこ陶器の上これもうええかな良さそう一応なかなか重たいからこいつがいいこわこうかうわこっちもなんか柄ついたこれでいいかな、うん、分からんなあ、網の柄がついてるうんえ、これ真っ黒にするのいや、これでちょっと色変わるっていうぐらいになるんじゃないかな、うん、一度しかできないきれいだからもう分かんなギリ失敗してたら火入れができたら出ていける油を塗って今通しこれやな、うんうん、それあれでやらなあかんこれ、うん、そのトーンのようなやまだ大丈夫どうですかまだ大丈夫やねうわー臭い臭いうまいペンなのねこれって何ちゃんのちょっと待って入れてこんな簡単にないこれがいいかこっちは軽いから入れられるからねこれよいしょこっちはできた持つ場所だから抜け日本一品やってるのかそもそも巻き合ってるよなうんきっときっとなダラダラダラってしてたねスプレーしすぎじゃなくていいじゃんこれ塗りましたそしてもう一回ちょっと焼いてなんか油のなんかが出てるね。さやむかなと思って。ん？ちょっと待って。これで。冷ますの？そうなんです。繰り返し塗ったでしょ？うん。ガシャガシャガシャって塗ってるでしょ？うん。うん、こんなんで大丈夫なのかしら？アープなんですよ、電子の油を引いてWhat?
できました。どうですかね、こんな感じどうでしょう、焚き火市場そしてこっちがまだほんのりは高い、どうでしょう、焚き火市場。そして火を軽いで、こんな感じです。よろしいでしょうかじゃあ後で甘めさんに、はい、完成です。これ何のためにするの？パディウ、タネモバチャンネル、トゥロク、ヨロウ、チクネフ。ヘカウ、リウ、マタ、メテネ、マタ、ミュテネフ。